注目！これより、トロストク奪還作戦について説明する。この作戦の成功目標は、破壊された扉の穴を塞ぐことである。塞ぐって、一体どうやって？穴を塞ぐ手段じゃが、まず彼から紹介しよう。訓練兵所属、エレン・イエーガーじゃ。エレン？彼は我々が極秘に研究してきた巨人化生態実験の成功者である。彼は巨人の身体を生成し、意のままに操ることが可能である。なあ、今司令が何言ってんのか分かんなかったが、それは俺がバカだからじゃねえよな。ちょっと黙っていてくれ、バカ。巨人と化した彼は全門付近にある例の大岩を持ち上げ、破壊された扉まで運び、穴を塞ぐ。諸君らの任務は、彼が岩を運ぶまでの間、彼を他の巨人から守ることである。そんなことが、人類はついに巨人を支配したのか。嘘だ！そんなわけのわからない理由で命を預けてたまるか！俺たちを何だと思ってるんだ！俺たちが使い捨ての刃じゃないぞ！人間兵器だとよ！まやかしに決まってんだろ！バカにしやがって！今日ここで死ねってよ！俺は降りるぞ！俺もだ！俺も降りるぞ！待て！貴様！死罪だぞ！人類最後の時を家族と過ごします！まずいな、これは。このままじゃ秩序がなくなる。覚悟はいいな、反撃者ども！今この場で叩き切る！わしが命ずる！今この場から去る者の罪を免除する！一度巨人の恐怖に屈した者は二度と巨人に立ち向かえん！巨人の恐ろしさを知った者はここから去るがいい！そしてその巨人の恐ろしさを自分の親や兄弟、愛する者に味わわせたい者もここから去るがいい。それだけはダメだ。娘は私の最後の希望なのだから。4年前の話をしよう。オールマリア奪還作戦の話じゃ。あえてわしが言わんでも分かっておると思うがの、奪還作戦といえば聞こえはいいが、要は政府が抱えきれんかった大量の失業者の口減らしじゃった。皆がそのことに口をつぐんでおるのは、彼らを壁の外に追いやったおかげで我々はこの狭い壁の中を生き抜くことができたからじゃ。わしを含め人類全てに罪がある。ウォールマリアの住人が少数であったがため、争いは表面化しなかった。しかし今度はどうじゃ。このウォールローゼが破られれば、人類の2割の口減らしをするだけじゃすまんぞ。ウォールシーナの中だけでは残された人類の半分も養えん。人類が滅ぶのなら、それは巨人に食い尽くされるのが原因ではない。人間同士と殺し合いで滅ぶ。我々はここより奥の壁で死んではならん。どうかここで死んでくれ。